はい、おはようございます。タサセテのアンジです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今日もですね、炭酸生態の効果実証済みのですね、コンテンツをあなたに届けていきたいと思います。はい、今日はですね、この頭痛のですね、簡単なセルフケアをですね、あなたに、お話ししていきたいと思います。で、前回からですね、ちょっと頭痛のお話を何本かさせてもらったんですけども、頭痛はマッサージ、きついマッサージは危険とか、マッサージ、頭痛にはですね、何種類かあって、その種類によって施術方法というか施術の考え方が変わりますよとかいう話をさせてもらいました。で、今回ですね、その中でもですね、前回かなの動画で話した緊張性頭痛、言えばですね、血液循環が悪くなった頭痛が、緊張性頭痛って言うんですけども、それをですね、改善できる、手軽なですね、すぐにできるセルフケアをですね、あなたに配信していきたいと思います。で、まあですね、緊張性頭痛はその今言った血液の循環が悪いっていう話をしたのと、その後にですね、片頭痛っていう話もしたんですけど、片頭痛っていうのはですね、逆に、血管が拡張して血液が流れすぎて、なる頭痛の、まあ、一つ原因が一つとしてあるんですけども、それはですね、言えば緊張性頭痛があるから片頭痛っていうことになりやすいんですね。常に血管の拡張とか血管がですね、膨らまない、ある程度同じような状態であれば、そういう片頭痛なんて起こらないんですよ。でですね、この僕はですね、緊張性頭痛っていうですね、いわば頭痛の中でも7割から8割占めているその緊張性頭痛さえなくなれば、あなたの頭痛もなくなるし、頭痛薬とか飲まなくてもいいんじゃないかなと思います。でですね、今日は2つあります。はい、で2つあってですね、やめます、書くんやめます、もう早速やりますね。ですね、まあまあ、炭酸を使うんですけども、まあまあ僕の動画をずっと見てたら分かると思うんですが、まあ、炭酸を使います。で、炭酸を使う時にですね、まあ別にこれじゃなくていいって僕は常に言ってるんですけども、ありがたい話、僕のところ買ってくださる方も中におられます。で、まあ家にですね、化粧水、炭酸化粧水とかがあれば、それでも全然僕は問題ないと思います。まずですね、あなたの、体が良くなればいいなと僕は思ってるんで、ただこれが、僕がたまたま売ってるだけなんで気にしないでください。でですね、1つ目ですね、よくある頭痛のですね、頭、ここがこめかみのちょっとここが痛い、ズキズキするんだっていう人が、いたり、それとですね、目の奥が痛いというこの2種類、今日はですね、この2種類だけお話ですね、覚えて書いてもらいたいと思います。で、まずここのズキズキするこめかみらへんですね、これはですね、もうこれをシュッとかけてあげます。ワンプッシュずつですね。で、ここちょっと濡れちゃいますけど、こんな気にしないでください。乾きますし、別に色が変色するわけでもないです。で、あまりにもその濡れてる感が嫌だったらですね、離れて、ちょっと遠ざけてやったら別に問題ないと思います。でですね、やった時に、上下、ふにふに、こうやってね、上下、こうやって、皮膚を、軽く頭ポンと押さえてこう動かすような感じ、皮膚がですね、こう眉毛がこう動くような感じでやっていっていただけたらなと思います。で、次、左右。ね。で、次、こう回す。時計回り、反時計回りですね、こうやってやっていくとですね、ここの皮膚がですね、柔らかくなってくるんですよ。柔らかくなってくるっていうことは、どういうことかというとですね、血液の循環が良くなってるんですね。皮膚から、毛細血管が拡張するんですよ、炭酸が入ってね。で、それで皮膚が柔らかくなって、こうやっていくとですね、もう一つすごいことが起こるんですけども、リフトアップなんですね、こう、ギュッと上がってくるんですよ。で、これはまあまあ置いといて、まあ言えばここに炭酸をかけて、血液の循環を良くするとですね、今ふわーっとなってきてるんですけども、血液がじわじわ流れてくるような感じですね。これが一つ、片頭痛じゃないや、緊張性頭痛の一つの、セルフケア一つ目。で、2つ目なんですけども、目の奥が痛いっていうおっしゃられる方いるじゃないですか。パソコンを見てデスクワークして細かい字見てですね、いつも目が疲れて目をかなり酷使している方たくさんおられると思います。そういう方にもこの炭酸スプレーを使うんですけども、これもですね、軽く目をつぶってもらって、この眉毛よりちょっと上のところですね、ここら辺にですね、炭酸をかけるような感じでこう軽く目をつぶっててください。で、目をつぶってでワンプッシュです。で、これ目に入ってもですね、そんな害はございません。ただ染みるんであれば、
濡れタオルでこう拭いてあげたりとかしたらいいと思うんですけども、これはですね、眉毛の上のここの骨の出っ張りがあるじゃないですか。ここをですね、上下左右で回す回す回す。でこれだけでですね、目の奥の方のそのですね、血液の循環が良くなるんですね。もうこれ毛細血管からのアプローチです。で僕はですね、まあ、メイクしてないんであれなんですけども、してなかったらですね、どんどんこう外に持っていくような感じもいいかなと思いますね。こういう感じでこうするとですね、ちょっとね、目がね大きくなるんですね。はい、そんなことはまあさておきですね、それまたあの美容編でお話ししていきたいと思うんですけども、今日は頭痛です。で頭痛でですね、ここが痛いね、こめかみのところが痛いっていう頭痛と、目の奥が痛いっていう頭痛ですね、ここをもみもみ、ここをもみ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 というかね、こうさするっていうか、こう揺らすぐらいの感じで結構だと思います。これをですね、やっていただくと、あなたの頭痛も、間違いなくですね解決すると思いますので、ぜひですね参考にしてみてください。はい、まあこんな感じですね。今日は頭痛をですね、簡単に取れるセルフケアのお話をしました。また次回お会いしましょう。さよなら。